いただきます。こちらが照り焼きコーンマヨです。やば。ありえんぐらいコーンつぶつぶ甘いっすね。最高。こちらスイートコーンを買ってきて、マヨネーズで和えて、そこに焼き鳥缶を乗せてチンしたんですよね。最高。うん。チキン落ちた。マヨコーンのマヨコーン。パンはこのトライアングルゾーンが一番好き。続いてこちらいきます。これはツナコーンマヨです。こちら普通にツナマヨネーズにマヨネーズコーンを乗せて焼いた。死にうまい。パンの断面にあるマヨネーズのとろんってしたところがもうたまらんのじゃよ。皆さんはパンは何枚切りが好きですか？今回は6枚切り使ったんですけど、僕は4枚切り派です。やばこれ。うん、パンがねサックサクすぎてね、噛んだ瞬間ねポロ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 床に落ちるんですよね。お豆腐見たら泣くな。やば、君破れそう。破れる破れる。いいよいいよ。黄身をね、グーってやってね。いや、これやばいって。もうベーコンにつけちゃう。からのベーコン。黄身のソースにたっぷりと。バカだよもう俺。例えば以前思い切ってヒゲ脱毛行こうと思ってたんですけど、でヒゲ脱毛のクリニックについていろいろ問診受けるじゃないですか。どんなことしますかって、ヒゲが脱毛したいですっていうのを伝えて、まあ、こういった回数でこういったコースがご用意しておりますっていう説明をある程度受けて、よし俺もヒゲの脱毛をやってやろうということで行ったんですよね。そしたら最後の最後、帰る間際に委員長かお医者さんかよくわからないですけど、その人にすいません日焼けされてますよね、肌がちょっと黒いとあのレーザーが反応しづらい、もうちょっと日焼けが落ち着いてから施術しましょうかってなったんですよね。ちょっと一言言わせてもらうと、ジグロです。ジグロオーバない。これは普通のトーストだと思いますよね。トーストに目玉焼き乗っけて、ベーコンも乗っけると、ベーコンエッグトースト。ギルティー！君がいなくなっ、そういうことじゃない。
それうまいに決まってんじゃん。これやばいですよ。時間置いてね、下の方がふわふわに戻ったんですけど、上がサックサクでベーコンもカリッカリで、卵トローンってしてるから、言葉にできん。小麦の香りダイレクトにズッキューンってきますね。最高。だね。これテリマヨチキンにツナマヨをトッピングしたやつですね。レンジャーモンでいうところの最後の五体合体みたいな感じですね。うわこれうわ。暴れんちゃう。またもやちょいと汚ねえことになるかもしれないですけど、ツナマヨとコーンマヨとチキンのね、このパンがしなってなっててふわふわに戻ったところのこのうわ、これはギルティーゾーンと命名しましょう。と言いつつ耳から。耳はしっかり黄身をつけながらですね。もうシンプルにコーンマヨ。黄色と白とトーストの色よ。第三元。なんだかんだ言って一番これがうまいかもしれないですね。今回は食パンでやったんですけど、ロールパンとかでやってもいいかもしれないです。パンの耳が前歯歯茎にズキューンっていきよった。ということで、はい、何気人生初ですよ。いきまーす。大福に到達してない。俺にはわかる。これは噛んだ瞬間に雪見大福が暴発するタイプだ。受け皿をご用意しましょう。うん。これやっぱチーズ必要っすわ。甘じょっぱくなる。マジで美味しい。雪見大福一個ちょうだいって友達に言う人の気持ちはわからないですけど、この美味しさがわかる気持ちはわかる。ラスト。ごちそうさまでした。